皆さんこんにちは、大沢チャンネル。本日は手作り味噌の作り方をご紹介したいと思います。毎年作ってるよっていう方も、去年からね、1年間期間が空きますと忘れたりしますので、作る前に1回この動画復習としてご覧いただけたらと思います。まずやっぱり日本人に生まれたからには、この発酵食品を摂る、これはもうね、腸内環境改善だったりとか、免疫力アップだったりとか、体にとってメリットしかありません。しかもね、市販の安いやつはコストがかけられないので、長時間熟成ができず、旨味が引き出せない分、旨味成分を添加とかしてね、お味を作ってるんですけども、家で作るのはね、じっくり寝かせれますから、旨味の濃さが違う、旨味の濃さが違う。しっかり発酵してると旨味も強くて美味しいし、中の菌もね、たくさん入ってて栄養価も高いですし、それにね、圧倒的にコストが安くできます。1年に1回この手間をするだけで、家族全員がハッピーになりますから、ぜひやってみましょう。この動画ではね、せっかく作った味噌がカビないようにするポイント盛りだくさんでお届けしておりますので、その辺もぜひね、チェックしてみてください。まずはお豆をきれいに洗いましょう。結構ね、この大豆っていうのは汚れてますので、しっかり洗ってから吸水させていきます。どんな水を吸わすかが大事なので、使うお水は浄水器の水使いましょう。さあ、そしたらね、こんな感じで大きいお鍋、もうなみなみにお水を入れましたら、こうやって蓋をしてじっくり吸水させていきます。目安はね、じっくり12時間です。それじゃあ12時間じっくり吸水させたら、こんな感じです。おお、お豆が大きくなっております。比べるとこんな感じだから、炊く前と比べると倍以上に膨れてますね。これね、お豆の吸水が甘いと、お豆炊いてる時にね、なんか外側の薄皮がデローンってこう出ちゃいまして、なんかそういうね、大豆炊く時とかありますでしょ。ああいう風になっちゃうから、吸水はめっちゃ大事です。そしたらいよいよ炊き込みです。お鍋を中火で加熱しましたら、湯気が出てくるまでしっかり沸騰させましょう。さあ、それじゃあね、お鍋が沸騰してきましたら、火を小さくしまして、ここから気長にお豆が柔らかくなるまで、小さい火で10時間ゆっくりじっくりやっていきましょう。いやー、じっくりことこと10時間炊きましたので、中見てください。炊く前と比べますと、すごく色が濃くなってますよね。で、これは10時間炊いたら、火を止めて1時間ぐらいほっとくとね、しっかり冷めてきますので、そしたら作業に取り掛かります。お豆がね、指でピュッと潰れるぐらい、これが硬いとちょっと麹と混じりにくいので、しっかり柔らかくしておきましょう。でね、ここがちょっとポイントみたいな感じなんですけど、今これね、お豆に対して水分が多すぎです。こうやってちょっとお豆をどかしていきましても、下の方に、あ、水分あるなっていうぐらいでちょうどいいです。足りなかったら水分後から足せるんですけども、多いとね、もうなんともなりませんからね。で、ここでお味噌こう、グリグリグリってやるやつありますよね。あの、ミンチ作るやつみたいな。あれ使うのが一番専門的ですけども、年に1、2回しか使わないのにね、あれがお家にあるってどうなのってことで、じゃーん、このね、ハンディタイプのミキサーがね、一番楽だと思いますよ。あ、大事なことを忘れておりました。ここからの作業は結構ね、ピチピチ飛んでね、服汚れますので、こんな白い服なんかはちょっと向きません。だから、こういうね、ナイロンっぽい服がね、おすすめです。さあ、これね、混ざったなと思っても、結構一粒二粒残党がいますので、思った以上にしっかりね、ミキサーかけときましょう。やっぱりね、発酵してくれる麹菌たちが食べやすいサイズにしとくのが、人間ができる優しさですからね。さて、お味噌を作る上で非常に大事な工程が、このね、アルコール消毒です。殺菌されてない道具や手でやると、お味噌がね、カビやすくなりますからね。アルコール度35度以上がベストです。まずは使うボウルをしっかりと消毒しておきます。はい、ゴムベラも、そしてもちろん手もですね、手首の辺まで使えますので、しっかりと消毒しておきましょう。さあ、こうなったら OK ですよ。この出来たてのお味噌を、よいしょ、10キロやからね。うわー、大豆のすごいいい匂い。さあ、それじゃあね、全部きれいに入りました。あ、またね、お鍋触っちゃったので、
こうやってね、アルコール消毒しておきます。今日はね、これ麦麹なので米麹よりもちょっとなんか茶色っぽいですね。すごいですね、これ麹だらけです。で、今日これ麹にね、塩がまぶしてある塩切り麹なんですけども、10キロの場合はね、そこにさらに1カップのお塩使います。これの半分ぐらいをまず入れましょう。普通に麹だけのものにお塩を足すときはね、こんな感じです。じゃあ一丁いきますか。うわぁ、気持ちいい。やっぱりね、農家の人が元気みたいに、時々やっぱり土とかね、菌に触らなくちゃいけませんね。菌は全部ダメっていうわけじゃなくて、人間にとっていい菌もたくさんいますので、何でもかんでもね、除菌除菌っていうよりは、こうやって菌とうまく付き合っていきたいですね。さあ、これぐらいの柔らかさなんですけど、伝わるかな。麹と味噌がね、綺麗に混ざり終わりましたら、今度は味噌玉作りです。こうやってね、テニスボールぐらいの大きさにお味噌をね、丸めていきましょう。さあ、見てください、これ大量の味噌玉が出来上がりましたよ。さあ、今日はね、この10キロの味噌が入る容器を用意しまして、容器を選ぶポイントはね、広くて浅いやつよりはこういう風に縦型の方がカビってね、表面に来やすいので、これなるべくこの表面の面積はね、少ない方がいいんですよね。なのでね、ちょっとこういう筒型の方がおすすめです。そしたらもちろんこれにもね、アルコール消毒しておきましょう。特にこういう口元なんかもね、結構大事です。あと、もちろん蓋もですよ。よし、この容器の中に空気が入っちゃいけないので、さっき作りました味噌玉ね、思いっきり打ち付けていきましょう。一旦ね、底が埋まるぐらいまでになりましたら、ペタペタペタっと押していきましょう。本当にね、空気が入ったところからカビが生えていきますので、いかに空気をね、抜くかが大事です。でね、この味噌玉を投げ入れる作業は非常に快感ですから、ついついね、ストレス発散でやりたくなるんですけども、そういう気持ちでやりますとカビが来やすいですから、よろしくねというようにね、気持ちを込めてあげてください。いや、これマジで話して、ありがとうボトルとかって言って検索していただくと、保存容器とか果物とかもそうなんですけども、ありがとね、美味しくなってねって言うと、腐るのが遅くって、バケロ、アホとかって言いますと、中のものがね、すぐ腐っちゃうんですよ。非科学的ですけど、現実に起こることなので、気持ちを整えて、よろしくアスペルギウス、おるぜってね、やってみましょう。さあ、それじゃあね、パンパンに味噌が入りましたよ。でね、ここで最後もう一回口元だけね、アルコールで拭いときましょう。そしたら最後は塩豚です。表面にね、サラサラサラーっとお塩だけまぶしときましょう。特に端っこの方がね、カビやすいので、炭の方が大事です。それじゃあ最後はね、上からラップをしまして、この段階ではね、ピタッとしませんので、大体で大丈夫です。これそのうちね、表面に水分が出てきましてね、お醤油ができるんですけども、そうしたらね、ラップも勝手にピタッとくっつきますからね。そうしましたらね、最後は蓋をしまして、ここからじっくり半年間から1年間、風通しのいいね、日陰で保管しておいてください。もう我々ホモサピエンスの仕事は終わりですからね。あとはね、菌たちに任せましょう。以上でね、味噌の仕込みは終わりでございます。熟成して開ける時が楽しみですね。それじゃあまた続きは開封の時に会いましょう。ありがとうございました。